もう美味しそう。わかる。2軒目はこちらです。ミートファクトリーアンズ、お肉の工場直売所。愛のままにわがままに、僕は君だけを傷つけない以来のタイトルです。浅井さん、はい、ご開店おめでとうございます。ありがとうございます。これいつ頃のオープンとなりましたか？2月の17日オープンいたしました。はい、もう開店直後でございますね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。こちらのお肉、どんなものを扱っていらっしゃいますか？当店は宮崎牛がメインで販売しております。遠路はるばるようこそ宮崎から。本当に、はい、牛さんたちありがとうございます。はい、その宮崎牛を存分に味わえるお店一押しのお惣菜がこちらです。なんか宮崎牛メンチカツ、宮崎牛 100% のメンチ、ボリュームも満点です。見た目もインパクトあります。一つのメンチカツも本当げんこつみたいな形といいボリュームなんですけど、かじるとじゅわーっと宮崎牛の旨味が口いっぱいに広がってくるんですよね。噛んだ時の食感もですね、すごくもちもちしてたんですよ。こんなに牛らしさが感じられるメンチカツ、なかなかお目にかかれないですね。お肉って感じ。そうなんです。そのお肉らしい味わいを楽しむためにですね、こんな秘密があったんです。基本的にひき肉にしてメンチをすると思うんですけれども、もうスライサーで切って、肉そのまま薄く切ったものを引いてないので、肉の繊維もしっかり残ってますし、歯応えっていうんですかね、肉の本当の旨味っていうのが全面に押し出たメンチだと思います。そうなんです。なんとひき肉にしてないんですね。びっくりです。余計なものを入れずに、もう肉本来の味を楽しんでいただくということでやっております。はい、そしてお店のおすすめがアンズ特製のとんかつソース。さっぱりしていて、お肉の味を引き立てるために開発されたという。絶対この色美味しいソースです。そうなんです。美味しい。このソースだけでお買い求めもいただける。はい、買いました。買います。メンチカツ好きの方にも、牛肉好きの方にも本当に召し上がっていただきたい、他にない美味しさです。さあ、ギュギュッと肉の旨味が詰まったメンチカツ、サンドの飯より。牛が好き、シンボアナ大好きです。どうぞいただきます。美味しそう。いただきます。美味しそう。どうですか、どうですか。美味しい。お肉が上がってるから、お肉の旨味がすっごい閉じ込められてて、食感どうでしょう。本当お肉がダイレクトにブワッと、噛めば噛むほどお肉感が伝わってきます。そしてタレ付きもいただきます。はい、あ、じゃあタレ付きとタレなしが、タレなしか2ですね。そうですね。フルーティー全然違う。美味しい。さあ、そしてお肉屋さんとくれば毎月肉の日、何かが起こりますよね。起こりますね。毎月イベントをやります。特売品もご用意してますけれども、宮崎牛焼肉弁当が通常980円なんですけども、500円です。お、限定200食。大盤振る舞いですね。大盤振る舞いです。さあ、続いて工場直売だからこそできるのがこのメニュー。これヒレそのまま揚げました棒ヒレカツです。おー、いいな。ガブ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 食べたないんです。ヒレ肉の程よい弾力、味わえて、さっぱりした上品さ、ヒレらしさがありながらも、豚肉らしいお肉の美味しさがしっかりと伝わってくる、味わいが強いですよね。そうです、最高です。さあ、なんとその長さ、スタッフ計測によると30センチです。定規じゃん。定規そうです。そして揚げられるのが一般的なヒレカツかなとは思うんですけれども、それをあえて棒状のまんまとんかつにしたという商品です。大胆です。薄いヒレカツよりも肉感はすごく楽しめるかなと思います。これもとんかつソースの。そうですね。はい、とんかつソースで召し上がるとより一層美味しく召し上がれるかなと思います。もちプツンと切れるあの歯ごたえ、たまりませんね。それはやっぱ厚く切って召し上がるからこそ味わえるものだと思うので、まあ、肉専門店だからできることなのかなと思います。そう思います。さあ、ではこのインパクトをぜひ伝えてください。山中アナお願いします。とんかつ、はい、大好きです、今日は人参ちゃんって呼んでくださいって言ってましたので、いただきます。人参ちゃん食べてみてください、はい、いや、もうまず見てください、これすっごいインパクトですよね。いただきます。30センチでしょ。そうです。いただきます。あ、まあ、普段はこうスライスして叩くものですけど、そういう作業してないんですね今回。棒ヒレカツ、お肉の断面が美しい、どうですか。
いやもう歯ごたえ、食べ応え本当抜群ですね。そうなんですか。プリット感というお肉の食感が本当に、お肉の味は甘い、お肉の味はもうガツンとお肉っていう感じです。品揃えも豊富なお店がオープンされましたけれども、お客様にはどんな風に楽しんでいただきたいですか。あまり他で見たことのないような九州の方の調味料ですとか、あとはお野菜ですとか、肉に合うような食材を取り揃えてますので、それを楽しんでいただければなと思います。食卓も華やいで、お家のご飯も楽しくなりますね。そうですね、はい。